皆さん、こんにちは。私は保険代理店で働いている LGBT の一人です。今回、会社でアウティングをされてしまい、私がゲイであることを他の従業員に言われてしまい、差別をされることがありました。そして、今は会社の方を休職し、精神疾患の治療の方に専念しております。 今回、デモの方を開催することになったのは、これまで会社との話し合いを何度も重ねてきましたが、先進・性義話し合いをしてくれないため、LGBTQ の問題を社会的に知ってもらおうと思い、このようなデモを開催することになりました。ぜひご参加の方おお待ちしししておりまます。す。よろしくお願いいたします